皆さん、こんにちは。前回までで、鉄、アルミ、タングステン、チタン、というクラフトで使う基本資源を抑え、さらに、銅とニッケルという序盤で使用量はそれほどでもないながらもまあまあ使う資源も抑えました。実を言うと、銅とニッケルでなくても、序盤では同じくらいの頻度と重要性を持つ鉛、ベリリウム、でも良かったのですが、銅は、ゼロワイヤー、リアクティブゲージといった序盤で使うクラフト素材の製造にも使えますし、ニッケルも、ガス抽出機材や液体抽出機材に使ったり、マグプレッシャーというクラフト素材の製造に使ったり、武器カスタマイズのための研究解析に使うので、とりあえず、といったところで採用しました。本題に戻ると、鉄とアルミの拠点からはすでに定常的な資源抽出をしていると思うのですが、前回に設置したばかりの拠点の抽出量はそれほどでもないと思うので、この抽出時間を使って、今回は、前半は生物や植物から有機資源の採取。後半に武器カスタマイズの序盤で装着可能になるスコープの素材となるクロロシレインの拠点を設置してみようと思います。それでは行ってみたいと思います。まずは、生物ないしは植物からの有機資源採取なのですが、クラフトなどに使用するにはまだ早いながらも潤滑油と、すでに安定した採取性を誇るガガリンのサボテンからの接着剤がありながらも、今回の動画の趣旨の一つとして、あえて生物から採取できる接着剤を、惑星探索がてらに採取しに行こうと思います。ただ、先に言ってしまうと、どちらも生物を狩猟しての採取なので、採取効率性は良くないです。また、潤滑油は、ゲームを通して植物採取できる星がないため、どうやっても生物を狩猟しての採取か、動物学と拠点エンジニアリングのスキルの両方を習得することで設置が可能となるアニマルハウスを拠点に建てて、そこで飼いならす生物から採取する、といった形になるのですが、これはこれでかなり資源的にも拠点数的にも面倒なので、中盤以降あたりに機会があったら話そうと思います。また、接着剤に関しても、ガガリンのサボテンをはじめとする植物採取ないしは植物ハウスが無難な採取効率性を誇るので、生物から採取という形は、惑星探索を楽しむことと、眠くなってくる植物採取から少し脱却して、動きのある狩猟でアクティブな素材採取をするためといったところです。ともあれ、一番の目的は前回までに仕掛けた拠点での資源抽出を待つための時間つぶしといった感じですが、この生物からの有機資源採取を終わらせる頃には、前回設置した銅とニッケルの抽出拠点で、今回の後半に設置するクロロシレインという液体系資源の抽出機材や、キタルガス系抽出機材を大量設置できるようになるので、その前にやっておくべきこととしては、大事だったりします。ニューゲーム開始から始めて、前回までの手掘りでの資源探索や暫定拠点設置まで済ませると、ここまでのキャラレベル想定は7か9くらいなので、あまり強くない生物から潤滑油を採取することを考えます。そうなると、探索推奨レベル5、ボライ星系、ボライ、イプシロンにいる古代の三葉虫のような小さい生物となります。正確な名前は、トライデントゲイザーというらしいのですが、生息地はサバンナ、バイオームになります。個人的には、少し傾斜のある岩場付近に割とよく見かける気がするのですが、全くいない時も多々あるので、なんとも言えない感じです。小さくて見えにくい上に、生息数もその時の運によるところが多いように思うので、とりあえずは10個くらい採取しておくと、生物データも 100% になるでしょうし、ちょうどいいと思います。潤滑油が必要となるのは武器防具カスタマイズの研究解析にしても、拠点開発のそれにしても、中盤以降といった感じなのですが、
切削ドリルのように、たまに序盤のクラフト素材製造にも使うので、10個程度なら、持っているに越したことはないと思います。次の生物採取は、接着剤です。先ほどと同様に、この時点での想定キャラレベルは7か9あたりなので、無難なところで、探索推奨レベル5、オリンパス星系、ネソイにいる、太っちょなトナカイのような生物になります。正確な名前は、トライアントラーというらしいのですが、生息地はサバンナ、バイオームになります。2匹で行動していることが多いようですが、遭遇率はそこまで高くない感じです。ネソイでのトナカイ狩猟による接着剤の採取も、生物データが 100% くらいになる程度でいいと思います。こうして、潤滑油と接着剤を生物を狩猟することにより採取していると、プレイ時間も1時間くらい経過していると思うので、前回までの拠点に戻って抽出した資源を回収するのにちょうどいいと思います。これにより拠点開発で設置する機材の材料もかなり余裕ができたと思うので、早速、今回トピックの後半であるクロロシレインの拠点設置に向かおうと思います。クロロシレイン拠点の候補としては、ニューゲームから開始して現在に至るまでを想定すると、レベル10くらいにはなっていると思うので、探索推奨レベル10、ピアッチー星系、ピアッチー、4C、探索推奨レベル10、タウセティ星系、タウセティ4、探索推奨レベル10、タウセティ星系、タウセティ、8B、あたりがおすすめです。ピアッチー星系、ピアッチー 4C で抽出可能な資源としては、塩素、銅、ニッケル、クロロシレイン、フッ素、パラディウム、キセノン、カエルマイト、となります。この動画シリーズでは、武器防具カスタマイズ系の資源及び研究解析で使う資源に焦点を置いていますが、ケミカル系のバフアイテムを使う人には、フッ素も抽出できるので、1000個など、一定量を抽出しておくのもいいかもしれません。パラディウムやキセノンも、資源のレア度合いからすると魅力的なのですが、キャラレベル10程度であると使い道がいまいちないので、必要性が生じる中盤以降に再度、拠点設置しに来るといいかもしれません。タウセティ星系、タウセティ4では、塩素、銅、鉛、クロロシレイン、フッ素、となります。こちらでもフッ素が取れ、鉛も取れるので、フッ素と同様に鉛を1000個など、一定量抽出して確保しておくといいかもしれません。タウセティ星系、タウセティ8B では、無機資源は、アルミ、アルゴン、塩素、鉄、クロロシレイン、タンタル、カエルマイト、有機資源は生物狩猟なども含めると、繊維、代謝剤、栄養剤、シーリング剤、構造剤、毒素、化粧品、粘膜、装飾剤、鎮痛剤、ハイパー触媒、となります。こちらでは、アルゴンとタンタルも取れるところが魅力的です。タンタルは、武器カスタマイズのサイレンサーの素材として使うので、ステルス系プレイをしている人には必須とは言わないまでも、大事なカスタマイズ要素の一つかな、と思います。タンタル拠点については、次回あたりに扱う予定です。また、有機資源に関しても、生物採取になってしまうものがあり、採取効率性は微妙ながらも、かなり多様な素材が入手できるので魅力的なロケーションだと思います。ちなみに、これら3つの星ともに言えることとして、クロロシレインの鉱脈というか、抽出できる脈は、塩素が分布するエリアにあります。また、これらの星では、前回までに扱った鉄、アルミ、銅、ニッケルなども抽出できるので、一つの星に抽出拠点をまとめたい人は、鉄拠点やアルミ拠点をピアッチーやタウセティに移管するのもいいかもしれません。
序盤から本格的な拠点を設置してしまうと、旅の中盤で良さそうな抽出拠点を見つけても、拠点移管に躊躇してしまう上に、再度の拠点構築が面倒に思えてきてしまうので、序盤は、抽出機1つ、電源2つ、コンテナ3つくらいの簡易的な拠点に留めておくと、設置と撤退が作業時間的にも、気持ち的にも楽だと思います。以上が今回のトピックとなります。前半の生物狩猟をしている最中に抽出された銅とニッケルの大量確保により、各拠点のコンテナ増設であったり、ガス系抽出機、液体系抽出機も自由に設置できるようになるので、結構、拠点開発や、ゼロワイヤーやプレッシャータンクなどのクラフト素材、武器カスタマイズの研究解析なども進むと思います。また、後半で設置したクロロシレイン拠点でのクロロシレイン抽出には、また時間がかかるのですが、クロロシレインを大量入手すれば、そこからは、いろいろな武器にスコープを装着することができるので、スナイパープレイやステルスプレイをする人にはちょうどいいと思います。今回はここまでとなります。ご視聴してくれた皆さん、ありがとうございます。皆さんにも、良いスタフィーライフを。